でも今がなんかすごいむちゃくちゃ大事な時期だと思うんですよ。僕はそのなんだろうな、僕にとってだけじゃなくて、もうみんなにとってっていうか、なんだろうな、いや、まあラップで言ったら結構普通にアジアのやつが普通に世界で普通に取り上げられることも普通に当たり前になってきたし、なんだろう、だから多分なんだろうな、だからなんかみんなパソコンとか使ってみんな同じ映画とか見てちっちゃい頃から育ってるから、みんななんか一緒の場所に住んでるんですよね。違う場所にいるけどみたいで、多分今までなかったと思うんですよ、人間が生まれてから今日まで、その初めてみたいな、なんだろうな、結構マジでむっちゃ大事だと思うんです、ね、今は。それはみんな分かってないと思う。